動会ではね、私が参加した運動会で、あの水泳のリレーがあったのね。で、私が一番水泳のリレーが得かったのね。得意のね。レホは何が得意だったのかな。What were you best at?Soccer. Ah, soccer. Hey, 運動会 soccer. You guys said soccer. We had sports like volleyball, soccer, basketball, and we did obstacles. Oh, volleyball, basketball, soccer. That was one. Like we did that, and then we'd have like obstacles and relay races. Relay とか、あとなんかいろんな競技みたいなのがあった。Yes. あやかちゃんどうだった？100メートルダッシュが得意でした。おお。得意でした。She was good at the 100 meter dash。でもね、でもね、結構ね、あの早い方だったんですよ。すごい。でも本当にね、もうおばあちゃんが足が悪かったんですよ。だからあのその1回だけしか来れなくて、その1回で私その前の日まで熱が出てたから。走れなくて5位だった。あらみんな写真持ってきた。あ、内緒の写真。はい、見せよみんなに。オッケー。せーの。じゃじゃじゃん。この写真はね、私あの日本の幼稚園、日本の学校は幼稚園しか経験してなくて、だからこれが一番思い出に残ってる。こういうなんか帽子をかぶらされてすごく眩しかったのね。だからこう顔がくしゃくしゃになってて、レフワの写真は Here's me! Do you put same uniform? あ、同じ服じゃないこれ、レフワ Here's me! I wore it! Here's me doing pull-ups and practicing before the pull-up competition. あ、それの練習してるんだ私はあのこのなんかあの縄跳びのリレーの練習してた時の写真、うん、ああそうなんだ、縄跳びのリレーがあったんだ。そう、縄跳びしてそのなんか向こうの方にリレーするの、縄跳びしながら、うん、すごいかわいい前髪そう前髪あったの前なんかちっちゃい時の方が日本人っぽいね。すごい日本人っぽかったのちっちゃい時は。ね、she looks more Japanese. She does. ね、すごい。